大畑再蔵から1720年は日本の農業土木技術者。江戸時代、紀州藩で水利事業に大きな貢献をし、お台用水路及び藤崎用水路の木の川から引水した大規模灌漑用水、疎水工事を行った人物として知られる。忌味なお勝吉という。改名は、清志寺入居士。大畑は、先湯川門進行とし 信仰から数えて、第四代目当主、父、大畑あ三左衛門院光の子として、ハゲ村に、寛永19年に生まれた。才蔵は、幼い頃から非凡であった。それには、高野山系の宿所として栄え、大阪や奈良からの人の往来が盛んであり、当時の算数の手本とされた、各松室三書、陰気参加なども手に入れやすく学問を行うよい。 環境に育ったことがあった。万治2年糸軍奉行木村七太夫に、非凡さを認められ励み、王将や平野作太夫の補佐役である杖月に任命された。上京4年、46歳の時、糸軍奉行より王折狩り父、陰光の後を継ぎ将屋となった。また、氷方雇用も務めた。漢文9年、伏原村再右門と共に、 高野山内危機役を命じられた。斎蔵は、後に、奇襲流を開発し、すでに優れた測量を技術や土木工法を習得していた。斎蔵は、漢文10年29歳の時に10歳年下である、同郷の六左衛門の娘、菊と結婚。元禄五年、高野山の学寮工人派両派の対立は、幕府が学寮方の主張を認めて工人方を弾圧した。 斎造は、高野山内危機役を命じられていたことから、結果として、高野山の公人派人役1000人の取り壊し、総600人余りの島流しという高野山弾圧に関与することになった。しかし、斎造は内分役については気が進まなかったようである。多言無用と秘密扱いにするよう子孫に命じている。 紀州藩は、和歌山県と三重県のほぼ南半分を支配していたが、深刻な財政難に悩んでいた。藩は、元六四年から財政立て直しのために、農政の改革に取り掛かった。元六九年三月二十四日、紀州藩会所役人後環状人格の伊沢、渡る宗兵衛ため長が、大旗斎造に、地方手代となって詰所に勤務し、 日田開発や洪水対策さらには農業の技術を活かすよう要請した。翌日、3月25日に天武行田代七江門は、再造を呼び、飛行の希望は伊沢殿から聞いた。希望通り在所にあって結構だが、御用の節には必ずまかりいでよ。その節には出淵三人淵を与える。また年に銀貨十枚を与えると申し付けた。 この年を大筋や長郡において、水森台と呼ばれる水準儀により地形の調査を行い、奇襲藩内を調査し、治水、溶水計画を立てた。元禄九年四月十九日から五十七日間、両熊野地方を巡検、その後、熊野イズを作成した。元禄十年うるう2月から三十六日間、九月から五十三日間の二回、勢い周3両の村々を視察し、 伊勢和主軍新井の水森を行った。元禄十年七月紀州藩主高森藩、葛野藩に派遣されたのは、よりもとから大官に任命された、神谷与一右衛門と大畑再蔵であった。彼らは、越前入軍笹屋村と北山村を拠点に、三十三里十七町に及ぶ村々を巡検した。元六十一年、二月十一日から、勢い州雲津川の本流に、 既存の古代遺跡より大規模な遺跡を設けることとなった。これが、斎造が設計、思考管理した、勢い集一市軍新遺跡と用水路である。南紀徳川文み、軍政生第後には、と書かれている。小木戸橋の近く、現在の一市町その村に遺跡を作り、都村前の中村川までの水路を整備し、古代同様、中村川へ落とし、 そこからは、旧来の星合成の成功を拡張し、村々への灌え要水とした。この荒い工事は、日数65日間、延べ人数24,230人がかかった大工事となり、多くの経費も必要であったが、これにより16家村内の282兆の水田が長く、干ばつから免れるようになった。二十歳から水田となったものが六十ない七7 日田開拓が重長部に及ぶと見込まれた。元六九年から元六十四年にかけて、藤崎用水路を改作した。当時、木の川右岸地帯は、中小のため池と小川川小依存するのみで、寒天続きには灌漑用水が枯渇する不安定な工作地だった。この工事は、現在の木の川市藤崎から和歌山市、山口まで、 約 23.5km に及ぶ木の川から飲水した大規模灌漑用水工事となった。それまでは、畑作地帯であったが、水田の約千長部を灌外することができるようになり、紀州藩の財政の立て直しに貢献することとなった。聖徳5年、74歳という高齢になったため、藩に辞職することを願い出た。 小田から根頃川に至る小大用水路の工事は3期に渡ったが、その完成を見ることなく、享保5年、再蔵は、その生涯を閉じた。大畑再蔵の広報の特色は、用水路について、長場割りを行い、長場ごとに必要な資材や掘り、地区の土量などを算出し、必要辞員を割り当てて、各工区が同時に着工し、試行期間を著しく短縮したところにある。 帳場割は、60件を基準とし、各、帳場ごとの屈作新、点場幅を求めて掘り取り量を算出し、それに要する労力をも算定していた。さらに、現場の表示や、施設の種類、数量、位置などを決め、これらを一冊の帳簿に記録していた。こうして、各帳場の責任者に内容を熟知させることにより、再造が不在でも工事を計画的に進めることができた。 斎造の主要な功績の一つである大台は、法永4年に、藩主、吉宗の命を受けて着手した。斎造は、第一期、二期工事として、荒谷口町の小田を起点として、内田町に至る、約27キロメートルの水路を施行した。天下の暴れ川である木の川に石を作るのは相当、困難であり、出水の度に流出した。台を通すあたりは、貸が出入りしており、 地形が複雑で難工事であった。第一期工事は法営五年に、二期工事は法営六年に完成させた。引き続き施行された第三期工事の完成には立ち会っていないようだ。お題の施行において、用水路が河川を横断する際には、地形に応じて次のような方法によった。用水路が河川の底を横断するために、逆裁本方式による覆越の利用。 用水路が河川の上を横断するために木製のかかりどいによる通水橋の利用。河川の水をせき止め、河川の水かさを上げることで、用水路と河川の水面の高さを等しくし、用水路の水量の補充を行う平面交差の利用。お台用水には掛けといが8カ所ある。もともとはべて木製であったが、そのうち三箇所、小積川、和体、辰雪和体、小庭、 谷川和帯は、レンガ造りのアーチ状で、現在も見ることができる。増水時には、橋脚が流されるなどの水害に見舞われる恐れのある48瀬川の横断係土いには、兄弟部が岩盤ということもあり、橋脚を兄弟側の岩盤状に斜め掛けにするなど改良を重ねた記録が残る。お台用水路は、2017年10月10日、 メキシコメキシコシティで開催された第68回国際考え排水委員会国際執行理事会において世界考え施設遺産への登録が決定された。水路の工事設計には測量が必須であり、サイゾは正確な測量をする器具として水盛台を考案した。水盛台は以下のような構造になっている。 長さ約3メートルの竹を地面に寝かせた状態にし、その節を抜き、竹の中央に穴を開け、約30センチメートルの竹を差し込む。その先端に水を注ぐための呼気と呼ばれる、ロート状のものを取り付ける。寝かせた竹の両端に枕を取り付けるとともに、長さ6センチメートルの竹を差し、高さを揃える。枕は両端で同じ大きさとし、 長さ約四十二センチメートルから四十五センチメートル、一辺約十五センチメートルの角材を用いる枕の中央に長さ約六十一センチメートルの高さの剣刀と呼ばれる板を立てる剣刀の先端には長さ十二センチメートルから十五センチメートルの板を打ち付ける水盛り台を利用して測量する方法は この検討を見通してその高低差を測るものであるが、水盛台を水平に設置する必要がある。水盛台を水平に設置するために、5機から水を注ぎ、両端の短い竹から同じように水が出れば水平に設置されたこととなる。土地の工程を測量する場合、高いところから低いところに降りるように測量する方法が良いとされている。六十件を一区切りとし、その中央に、 水盛台を設置する。一方の検討の高さが3メートル、もう一方の検討の高さが60センチメートルだった場合、高低差は2.4メートルとなる。これを繰り返すことで、最初の地点から終点までの高低差を測ることができる。いろいろな測量方法があるが、確実な方法としてこの方法が良いと書かれている。お台の工事では、第期、約キロメートル。 第2、3期を含め総延長約32.5キロメートルとなった。この距離を水を引くために正確な測量が必要だが、水り台を活用した正確な測量結果に基づく工事の指示書が残されており、ここには改作する水路の高さ、幅、勾配などが記されていて、いわゆる設計図と言えるものになっている。第一期工事は1七百七年五月十三日に、着工、 1708年12月16日に完了したとされているが、その間、1707年10月4日に、法営地震による被害があり、工事が一時中断している。工事再開がいつからかは不明だが、1年半程度で約2 1トルの改作工事を完了したこととなる。情報流れを源流としたもので、堤防の強化と直線的に海に、 洪水流を早く流し、極流部の旧川床や、氾濫源を新田開発する一石二鳥の広報であった。特に強固な二段に固めた連続堤防の構築が、重要な技術として用いられた、河川技術。地方手代に給付淵方にて、お抱えか日下よし、渡る総兵衛の企業文校徳とも、何時にても御用の節は和かさる交換、在所に、オ、OK、ー 加画王様に等願いさる情報発表を使用した、正確な工程測量結果から、いくつかの帳場ごとの必要資材や土量必要人員などを計算し、事業の計画と、経費見積もりをした。キー・歌山藩主、徳川光貞の三男である頼元と四男の、来方が越前に配慮した領地のことを指しており、当時は、奇襲領と呼ばれていた。頼元は、 元六十年四月十一日に五代将軍、徳川綱吉から越前入軍内に六十三河村三万国を配慮し、来方も同日に、入軍内十三河村六千五百七十九国九と三省四号と、堺軍内三十二河村二万三千四百二十国六省六号、合わせて三万国を配慮した。これにより、紀州藩は陣屋の設置場所や、 事業所の実情を把握するため、同年7月から8月にかけて、よりもと来方りを実地見分した。村高や単別、小物なりなど年貢に関することだけでなく、人情、風俗、農作業の仕方に至るまで詳細に調べ上げ、報告している。一元六十一虎年四月税収一市軍、荒井工事完成す、一市郡人名、菅は、中林、祖原、村、 小江戸目三家村、中道、小津、星合、笠松、黒田、野田、三重、荒谷省等の十六家村、考え結防災再比で理にかかる重、雲津川より同水新居改作を図り、去年9月、大畑再造主張、測量をなし工事予算を遂げ、本年2月11日より寄港、4月16日に、至りて工を、告げ区、 水道を開いた人々編集委員会編。水道を開いた人々農産漁村文化協会。1999年。256ページ。水道を開いた人々編集委員会編。水道を開いた人々農産漁村文化協会。1999年。102ページ。大畑再造全集編参委員会。編。大畑再造、行政。1993年。 601ページ。甲中、執筆、足立光林隆千野安明、山口雄三、日本の書全集65開発と、保全に社団法人の産業村文化協会、1997年、63ページ。社団法人の産業村文化協会、日本の書全集65開発と、保全に社団法人の産業村文化協会、 1997年67ページ。岡京子、編集、ほぼ和歌、山田16号株式会社ウィング、2015年3ページ。大畑斎造全集編参委員会、編、大畑斎造行政。1993年1298ページ。ありがとうございます。